チェル受験生にはもう必ずと言っていいほど当てはまることなんだよね。勉強机の本棚に100冊ぐらい参考書が並んでるという受験生もねいるんだけど、めっちゃノートは綺麗だしカラフルなんですよ。勉強したつもりになってる。大学点合格をつかんでる受験生はこの3つの特徴ではなくって、負けパターンじゃなく必ず勝ちパターンを踏んでね、ドンと成績上げて受かってる子ばっかりです。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は落ちる受験生の3つの特徴ということで、今から言うことっていうのは本当にね、落ちる受験生にはもう必ずと言っていいほど当てはまることなんだよね。だから逆に言えば、難関大に例えば偏差値20上げて合格するとか、大学点合格をつかんでる受験生はこの3つの特徴ではなくって、負けパターンじゃなく必ず勝ちパターンを踏んでね、ドンと成績上げて受かってる子ばっかりです。だからこの3つの特徴を知ってもらって、日常に反映してもらったら本当に毎日迷いなく勉強を進めることができるから、ぜひ最後まで見るようにしてください。まず3つの特徴、1つ目は教材の浮気。あの人は同じ大学志望でこの教材やってるんや、うわおすすめやってみたいな、じゃあそっちやってみようっていう風に、この時期にコロッコロコロッコロ教材変えたりとか、教材コレクターになったりとかする子っているのよね。で、お家の本、勉強机の本棚に100冊ぐらい参考書が並んでるという受験生もねいるんだけど、やっぱそんないっぱい教材やったらすごい迷っちゃうし、これやってていいのかなっていう気持ちでやるっていうのはすごいね、これすっごい時間的なロスなんですよ。時間的にも意識的にも、これでいいのかな、あれの方がいいんじゃないかなって分散しながら勉強するから、めちゃくちゃ無駄が多くなります。だからこれって絞った一冊だったりとか、今まで反復に使ってきた教材を手放さずに、その教材をちゃんと7回以上反復して隅々まで完璧にするようにしていきましょう。教材変えそうになったらね、いやいやほんまにその教材が完璧になったかなって、隅々まで理解できてるかなって、聞かれたらアウトプットできるかなっていうのを一回試してみてから次に進むようにしてくださいね。だからそこでね、分かんないこととか身についてないことを放置して次に行ったとしても、また時間差で後々同じ課題にぶつかるだけだから、それやったらさっき今反復してる教材をちゃんと完璧にして、その課題クリアしてから次行った方がいいやんって風になるからね。どう考えても一冊ちゃんと完璧にしてから次に行く方が効率がいいし、コストパフォーマンスもいいです。2つ目、板書野郎。板書野郎は実は私のことです高校生の時本当板書野郎で、いかに板書を美しく取るかっていうことに高校生活をかけてたみたいなもんですね。だからめっちゃノートは綺麗だしカラフルなんですよ。でペンももうジャラジャラいろんな、なんかカラフルなペンが入っててね、カラフルにすることがなんか使命っていうか生きがいになってたんだけど、でもね、そのノートを取ってみて振り返ってみたらね、何にも頭に入ってないのよねだからノートの芸術家になって受験生ではなかったっていう感じだったんだけど、本当に板書野郎っていうのは本質の勉強から遠ざかってしまう、勉強したつもりになってる、綺麗なノートを取って満足してるって状態になってるわけなのよね。でこれってある意味勉強はすっごく表面的になってるっていうことなんだけど、同じように表面的になってしまってる受験生って実は結構多いのよね。ぶっちゃけちゃんと学んでたら綺麗じゃなくてもいいよ、ノートなんか。だから私も高校生の時に比べて今ノート汚いです、ぶっちゃけ。まあ読めるレベルでは書いてるけどね。また熟成に書くノートは綺麗に書くよ。でも自分に書くノートはぶっちゃけ汚いですが、その方がね、感覚とか印象に残りますから、どっちかというとそっちを重視して書くようにしていってくださいね。3つ目、他人との比較。これがね、もうね、さっきからも話出てきてたけど、先輩が言うからこの教材やった方がいいかなとか、他人からの目線とか他人からのその評価とかを気にしすぎるとね、これは自分のやるべきことに集中できなくなります。一本筋が通った受験生、やるべきことが明確に分かってる受験生っていうのは自分に対しての評価を自分でするんですよ。だから周りがどう思われてるかとか、先生からこう言われたからいい大学目指さないとバカにされるから上の大学って言っとこうみたいな感じで、志望校すらも自分の意思じゃなくって他人の目線で決めてるみたいなこともめちゃくちゃ多いです。しかもこれがね、癖者なのは自覚がないんですよ、みんなあんまり。だから結構ね、長い間でそうやって言われて決めちゃってたりとかするから、だからいや自分で決めてるつもりやけど、でも実はすっごい周りからの目線が入ってると、ってね言った場合っていうのは、
勉強がすごい表面的になりやすいんだよね。だって周りの期待に応えようとするから。でも自分で突き詰めていったりとか、この勉強ってこのペースでいいのかなっていうのを自発的に考えれる受験生っていうのは、他人から迫られて決めてるのではなくって、自分の意思で勉強するぞって、自分の受験には自分で責任取るぞって思って腹を決めてやってるから、一人で勉強してても全然勉強の密度は上がっていくし、感覚もねどんどん上がっていきます。自分に対する自分の評価だったりとか、他人に勝つのではなくって、昨日の自分に勝てるかどうかだし、昨日の自分に勝つことの方が他人に勝つよりも難しいです。他人との比較でやるのではなくって、自分に対しては自分で評価するようにして、自分の意思で勉強する、立ち上がるっていうところが実はすごく大事になってくるよね。この3つのポイントを1つまとめて言うと、本質的な勉強をしましょうっていうことなんだよね。はい、ということで今回は落ちる受験生の3つの特徴ですね、教材の浮気、板書野郎、他人との比較、この3つ当てはまる人はね、今すぐね、あり方変えて、ちょっと本質的な勉強になるように変えていこうっていう風に思えてもらえたらいいなと思います。じゃあ最後に、そういった受験生に近づくための魔法の言葉をお伝えしたいと思います。それがこちら、私は自分に対して自分で評価をし、他人の言葉に振り回されずに勉強ができているのでとても誇らしいという言葉です。でこれをずっと毎日言い続けていけば、そういった自分に近づくことができるし、そうなっちゃってる時もあれそうなってないかなっていう風にね、自分を振り返ることができるので、ぜひ覚えて毎日言ってみてください。じゃあ3回一緒に言ってみましょう。せーの、私は自分のことは自分で評価し、他人の言葉に振り回されずに勉強することができているのでとても誇らしい。私は自分のことは自分で評価し、他人の言葉に振り回されずに勉強することができているのでとても誇らしい。私は自分のことは自分で評価し、他人の言葉に振り回されずに勉強することができているのでとても誇らしい。どうかな、ちょっと気持ちがねシャキッとするというか、自信がねみなぎってくるんじゃないかなと思います。そういったイメージをしながら、あ、誇らしいなっていう気持ちをイメージしながら言うようにしてみてください。はい、ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。で、私が講師を務めるミスターステップアップでは無料の公式 LINE を運営しています。その LINE の中では動画の新着情報や、あとは応援メッセージを送っているので、ぜひ見てみてください。で最後に、ミスターステップアップでは新規の通信生を募集しています。通信コースでは今みたいな落ちる受験生の3つの特徴みたいに、じゃあどういう風にしたら合格できる受験生になっていくのかっていうのを、もっともっと深掘りして毎日のラジオ配信の中で伝えたりとか、あとはその LINE の中で講師とやり取りができたりとか、 Zoom の中で講師に直接質問できたりとか、そういう風にミスターステップアップの講師と直接やり取りができるようなコースになっています。遠隔でもできますので、ぜひ興味のある方は下の概要欄の通信コースの説明を見てみてください。ということで、あなたは絶対合格できる、みんなで合格、岩しおりでした。バイバーイ。